はい、どうもこんにちは、メグです。本日の動画は新居でも使いたいおすすめ収納アイテム、それでは早速スタート。1点目に紹介するのがイデアコモチウェットシートケースです。このコロンとしたデザインがとっても可愛いですよね。蓋はウッドになっていて、長く使えるために蓋の内側のみポリウレタン塗装が施されております。蓋にはパッキン付きでシートの乾燥も防いでくれます。ウェットティッシュを入れてみます。インテリアにも馴染む可愛いケースです。次に紹介するのがタワー収納ボックス下収納ラック2個組。耐荷重約2キロのしっかりラックです。とても頑丈な作りです。収納場所が高い棚は上部に空白ができてしまうので、台にも収納にもなるこの字ラックはやっぱり便利です。食器以外にも水筒やボトル類を下に入れるのにも便利です。次に紹介するのがアンブラムーナストレージボックスです。引き出しは3段で回転式の引き出しになっています。モダンなデザインのジュエリーボックスは360度回転する3つの大きな引き出しを兼ね備えています。深さがあるので思った以上にたくさんのものを入れることができます。天板にはお気に入りの香水やアクセサリーなんかをディスプレイすることができます。ホワイトウッド付きにはたまらないアクセサリーボックスです。次に紹介するのがタワーダンボール&新聞紙ストッカーです。かさばる新聞紙もこんな感じですっきりと収納することができます。ちょっと雑なのでぐちゃぐちゃに入れてしまっていますが、下部分には新聞紙以外にも本だったりとかそういったものをまとめて保管しておくことができます。で、キャスターがついているので移動も楽々です。この部分にはテープだったりとかガムテープをかけておくことができます。私は使ってないのですが、付属でこういったフックもついていました。ハサミとかそういったものをかけれると思います。で、あとここにね隙間があるので紐とかも通しやすいです。まとめるときにここからねガムテープとかテープを入れて簡単にまとめることができます。ゴミ捨てもとても楽ちんです。お客さんが来て隠したい時なんかはこんな感じで簡単に移動してクローゼットの中にしまうことができます。続いてはこちらのウォーターサーバーラックです。これも前のお家から使ってるものです。こんな感じでここがカーブになっていてウォーターサーバーをさっと置くことができます。スチールでとてもしっかりとした作りになっています。私は3本置けるものを使用していますが、こちら2本置けるものだったり6本置けるものもあります。はい、次に紹介するのがタワーワイドジャグボトルスタンドです。毎日使う水筒はついついキッチンに出しっぱなしになってしまいます。我が家は子供が3人いるので3本出しっぱなしだと結構ごちゃつきます。下のトレイは取り外して洗うことができます。裏面には滑り止めシートもついています。500のこのサイズの水筒なら
4本収納できそうです。下部分には水筒の蓋、パッキンなどを一緒に乾かしておくことができます。置き場所に困る水筒用のブラシなんかも立てておくことができます。我が家ではとても大活躍しています。はい、次に紹介するのが増田切り箱店の本の家です。こちら3サイズあります。大きいサイズは英語の教材だったりとか学校の教科書を入れるのにぴったりです。真ん中のサイズは絵本などを入れるのにちょうどいいサイズ感です。そして一番小さいサイズはなんとスイッチのカセットケースがぴったり。これは長男が編み出しました。はい、これですよちなみにこちらは増田切り箱店さんと私のコラボで、杉の木を使ったオリジナルアイテムになります。通常の本の家よりも深みがあるカラーです。娘の部屋でも使用しています。こちらは通常の本の家です。比べてみると杉の木の方が濃いカラー、そして通常の本の家は薄いウッドです。ちなみに別売りでこういったものもあります。これは3段の引き出しです。こちらを組み合わせて使うことができます。上には絵本などを並べて、下には文房具などを入れることができます。組み合わせていろいろなレイアウトを楽しむことができます。あるだけでとっても可愛い収納アイテムです。はい、次に紹介するのがこちらのタワーのラックです。ポール部分は2連になっていて高さが異なっています。我が家では娘が普段着る服だったりカバンをかけて収納しています。ここがスチールになっているのでマグネットを貼り付けることができます。こんな感じでコロコロをかけて収納しています。下部分は物が置けるようにラックになっています。IKEA のバスケットを2つ置いて、ちょい置きに使っています。パッと、これどこに置こうって困った時に置くようなスペースになっています。下部分はキャスターになっています。こんな感じで移動がとても楽です。ストッパーもついているので、しっかりと留めておくこともできます。我が家はカタログギフトをいただいたので、その時にね、こちらを選んだんですけれども、思った以上に大活躍しています。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画で。バイバーイ。